今回は、中央競馬から。10月デビュー予定の、厳選2歳馬4000を、現役一口会員が勝手に紹介します。スプリンターズステークスを皮切りに、G1 シーズン到来の10月。クラシックに向けて、有力2歳馬たちがこぞってスタンバイ。10月開催は、1日を除き、東京、京都、新潟の3場。特に10月の京都は、激アツ案件。ということで、これから4頭を紹介。1頭目は、ダノンデサイル。性別、オス。父、エピファネイア。母、トップデサイル。母父、コングラッツ。生産者、シャダイファーム。厩舎、安田翔吾。馬主、ダノックス。落札価格、セレクトセール22にて、税込み1億4850万円。デビュー日は、10月9日、東京5レース、芝1600メートル。鞍上は、横山典弘騎手。母、トップデサイルは現役時代、海外 G1 2着。兄弟に、現2勝クラスのスタキスティクス。本馬の注目ポイントは、えげつない調教タイムを連発しているところ。馬なりでも相当動く様子。スピードがありすぎるのか、ポテンシャルは疑う余地なし。調教だけで判断するなら、今年のダノックス所有2歳馬の中で、本馬が対象格になりうる存在かもしれない。父、エピファネイアとだけあって、2、3歳戦で活躍しそう。新馬戦から期待できそうな本馬。ダノックスのエースになるか。2頭目は、イゾラ・フェリーチェ。性別、メス。父、サトノ・クラウン。母、ケイティーズ・ハート。母父、ハーツクライ。生産者、ノーザンファーム。厩舎、シカトユウイチ。馬主、吉田和美。デビュー予定日、10月21日、東京5レース、芝2000メートル。鞍上は、横山武騎手の予定。兄弟に、エフフォーリア。バンガーズハート。ベリファーニア。と、実績あり。ここで何か違和感を感じた方は、多いのではないだろうか。というのも、本馬の馬主は、吉田和美氏。そう、兄弟と同じ、ギャロットではない、ということ。一体何がどうなっているのかというと、実は、本馬も、ギャロット22にリストアップされていたのだが、術後の予後が思わしくないため、募集取り下げ、いわゆる募集中止となった。ちなみに、当時の募集価格は、4000万円で、一口10万円。1トン差あった本馬。そうなると、まともに調教できているのか心配になる。が、シカト調教師によると、1歳の時は順調ではなかったが、今年に入ってからは順調そのもの。体も立派、と太鼓判。本馬の父は、サトノクラウン。今年のダービー馬で、キャロット所属のタスティエーラを輩出したことを考えると、本馬に出資したかった、キャロット会員は少なくないはず。多方面から注目されるであろう、決闘馬。調教タイムはしっかりチェックすべし。3頭目は、サトノエピック。性別、オス。父、キタサンブラック。母、ランドオーバーシー。母父、ベラミーロード。生産者、シャダイファーム。厩舎、国枝栄。馬主、サトミはじめ。落札価格、セレクトセール22にて、税込み9020万円。
デビュー予定日は、10月後半の東京、芝2000メートル。はは、ランドオーバー氏は現役時代、海外重賞勝利。兄弟に、アリエノール、プレジャークルーズ。馬主は、里見はじめ氏。本馬の名前からもわかるように、里野家の一員。本馬の父は、活躍馬を多数輩出している北サンブラック。ということは、それすなわち、北里コラボ競走馬の爆誕。これには、馬娘ファンもにっこりすることでしょう。管理する、国枝調教師からは、走りそうな雰囲気と、まずまずの評価。里野軍団の北サンブラックさん。馬娘ファンからも人気が出そうな素質馬。4頭目は、新エンペラー。性別、オス。父、死ゆに。母、スターレッツシスター。母父、ガリレオ。生産者、海外。厩舎、矢作義人。馬主、藤田進。落札価格、海外セール22にて、210万ユーロ。およそ2億、8000万円。デビュー予定日、動画作成時点では未定だが、9月半ばに入厩後、調教をこなしていることからも、そろそろ動き出しそう。兄弟、G17 勝馬、シスターチャーリー。そして凱旋門勝馬、そっとさす。これはもう、誰もが認める世界的良血馬。ちなみに、馬名の意味由来は、真の皇帝、新しい皇帝、と、名付けた藤田オーナーも、めちゃくちゃ期待していることがわかる。やはり本まで気になることは、日本の馬場に対応できるのかどうか。こればっかりは走ってみないと、わからないが、管理する矢作調教師からは、日本の馬場に合うはず、というコメントを残している。血統だけで言うなら、現2歳世代の中でも、1、2を争うほど。日本の馬場でやれるのか、ここがキーポイント。10月の京都新馬戦といえば、菊花賞デーの芝2000メートルが激アツ。毎年、各厩舎のエース格が出走してくる。この競争は絶対にチェックすべし。以上、中央競馬から、10月デビュー予定の、厳選2歳馬4000の紹介、でした。